はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、シムルグデッキをね、ご紹介していこうと思ってまして、新パックにてね、あの絶身長シムルグっていうこの最強モンスターが実装されまして、シムルグデッキかなり強かったんですよ。シムルグだけじゃなくて、この絶身長シムルグ自体は、まあ、レッドラプターズであるとかブラックフェザーであるとか超重族テーマには、あハーピーとかね、あの辺に結構出張できるんですけども、こいつがまあ強いんですよね。こいつの効果をまず説明していきます。自分のメインフェーズ、自分が超重族モンスターの召喚特殊召喚に成功すると、手札のこのカードを相手に見せて、シムルグを出せる、召喚できる。まあこいつじゃなくてもいいんだけど、まあ基本的にはこいつになると思う。でこのカードが召喚に成功すると、デッキからシムルグモンスターを墓地送って、デッキからシムルグ魔法トラップを探しできると。だからシムルグ魔法トラップ、あ違う、墓地送るカードは結構何でもよくて、あの墓地から蘇生できる、まあ小身長とか、数身長とか、五身長でもいいし、まあダークネスシムルグ、これあのアドバンス召喚したするとなんか墓地から蘇ってくるみたいな効果があるんだけど、この辺とかを墓地を落としていくと。でサーチできる魔法トラップカードめっちゃ強くて、まあ雷号っていう超重族をコストに切ると、シムルグを風と闇持ってこれるっていう超強い魔法カードか、またはエルブルズっていう、まあ超重族のリリースを少なくしたり召喚権を増やしたりできる、この辺のフィールド魔法を持ってきて展開を伸ばしていくっていう感じの、テーマになってます。でエースモンスターはもう言わずもがなんですけども、まあシムルグといえばね、やっぱりこれなんですよね。大身長シムルグ、こいつで、まあ、基本的にはエンドフェーズに、使用してない魔法トラップゾーンの数以下のレベルを持つモンスターを特殊化するっていう効果を使って、まあ結界像とか、あとそれからまあ巨神鳥であるとか、あと今回で入ってるやつだとダークシムルグとか、あと自爆神とかね、こういうモンスターをまあ活躍させていくっていう、まあそういう感じのテーマになっています。でエクストラあんまり使わないんで、まあ合金と金剣が入っていて、まあ大体大神鳥ぐらいしか出さないんで、で展開は見ていただいたら分かるんですけども、大型の鳥獣をいっぱい並べるっていう感じの展開になってるんですよ。だからまあちょっと初動が若干薄くてね、シムルグって純正で組むと小身長とかシムルグと、まあ霊砲とか雷砲が絡んでないとちょっと動きにくいから、まあちょっと事故率は高いかなと思うんだけど、動けた時のまあ結構パワーはすごいんですよ。まあレップロハシャっていう、魔法トラップの効果発動するとなんかカードバウンスするっていうモンスターとか、あと何でも魔法トラップを無効にできるダークネスシムルとか、巨身長とかが並んでるんで、かなり強いと。で活属性超重族のテーマなので、結構相性がいいカードがこのハーピーの羽吹きっていうカードですね。これ自分のフィールド上に超重族活属性がいる と、ターン終了時まで相手が発動したモンスターの効果が無効化されるっていうことで、まあこれ先行で打っても、まあ後攻で打っても一応強いんだけど、まあ今回はちょっとハーピー入ってないから、後攻からとかで打つことはちょっと手だからね、難しいかなっていう感じだから、まあ先行でセットして、発動していくっていう感じですね。でもう一個幕府寺の方向、これはダークシムルとめっちゃ相性よくて、幕府寺の方向は魔法カードはセットしないと発動できないっていう効果なんだけど、ダークネス、じゃあダークシムルグがいるとセットできないからカードを。だから相手の手札の魔法カードを全部腐らせることができるんですね。なので、まあ方向を入れて、ダークシムルグすると魔法カード完封できて、で、さらに、セットされないから大身長シムルグの効果が毎ターン毎ターン発動できるみたいな感じになるんで結構強いんですよ。だからまあこのギミックを、まあ今回は使って、シムルグムーブをちょっとお見合いしてようかなと思いますんで、早速デュエルやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。ああ、オッケー。まあ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 、まあ悪くはないが、誘発はきついけども、みたいな感じのハンドはね。ちなみに、シムルグって結構召喚を駆使して戦っていくようなテーマになってまして、まあ特殊召喚もまあ一応するはするんだけど、まあ、言うてなんだよね。はい。で、まあとりあえずですね、このライザーとか誘発も入れないから、これ捨てて、で、持ってこれる、シムルグ、あ、なんもなそうだ、裏はない。裏はない。小身長かな、さすがに。はい。でですね、数身長シムルグ召喚して効果発動、シムルグの召喚権が1回増える。で、絶身長シムルグの効果を発動、シムルグが、超重族が召喚の特殊召喚で自分の手札から、シムルグを召喚できる、まあ、自身も召喚できるんだけど、で絶身長シムルグを召喚して、でシムルグ効果、墓地にシムルグモンスターを送りながらシムルグ魔法トラップカードサーチ、これやってることめっちゃ強いんですよね。で、まあ、レイホーエルプズ。オッケー。これ、だいぶ通りますね。動き。エルブルズ発動しましょう。で、シムルグの召喚権余っているんで、超身長を出しちゃっていいですね。超身長召喚、効果発動。で、シムルグカードを手札に加える。これ、やばいでしょ、これやってること。ここまでね、
揃ってると火球モンスターがさすがに強いんですよね。これダークシムルグ持ってきますか。これマグージュの方向あるとめっちゃ強いんですけどね、ダークシムルグは。まあちょっと一回その話はまあちょっとこうその展開をした時にやるとして、でレップル覇者の召喚するためのリリースを一体減らして、で、レップの覇者シムルグを召喚、一体のリリースで OK になってるから、こうしてレップで、レップアドバンス召喚成功時効果と、ダークネスシムルグはアドバンス召喚に成功した場合風か闇が、自分は帽子から特殊召喚できる。で、数身長シムルグの効果を発動、相手の魔法トラップにカードがねえと特殊召喚できる。 OK で、リンク召喚、召喚条件は超呪族モンスターを含むモンスター2対象現れろ。これがシムルグたちを滑る。おう、大身長シムルグをリンク召喚、さらに自分の墓地に存在する光属性と闇属性のモンスターをゲームから除外。これいらねえから、ここが現れろダークシムルグ。さらに自分の墓地に存在する小身長シムルグの効果を発動。このカードは魔法トラップカードがない場合、相手のフィールド上に特殊ができる。そしてエンドフェイズ、大身長シムルグの効果を発動。自分の敵から、相手の魔法トラップゾーンの数以下のレベルを持つモンスターを特殊召喚できる。ちなみにこれで自爆心も特殊召喚をすることができるぜ。あらあらろ、ミスマレの巨身長、どでけえ鳥いっぱい並んだ、強そう、どでかい鳥めっちゃ並んだ。ちなみに大身長シムルグは自身と自身のリンク先の超呪族モンスターは、対象に取ることはできない。今何が起きているかというと、大身長シムルグの先のと自分のモンスター対象取れず、巨身長で何か一回何でも無効で、ダークネスシムルグが魔法トラップ無効で、レップの星シムルグでなんか魔法トラップが発動したら、なんかカードを一応バウンスという効果を持っています。でダークシムルグの効果によって、カードをセットすることはできない。相手はどうだ、これが最強シムルグ展開。ちなみになんですけども、あ、パッチワークね、 OK、 融合を止めてしまえばまあそんなにやばいこと起きないと思うから、融合を止めましょう。デスピアかな、コストいるんですよね、ダークネスシムルグとレップの覇者って。ちょっとコストが足りないくなることはあります。あー、劇場ね、劇場ね、まあ、レップの覇者シムルグの効果が有効に使えるといったところ、永続魔法とかフィールド魔法は効果処理時にフィールドにないと効果発動できないんですよね。なのでここでデッキにこれを戻すことによって相手のカードの効果を実質無効にしていく。これがレップの覇者シムルグのパワー。はっ、よし、であとは融合を止める、ダークネスで、はい、 OK で、ダークネスシムルグの効果を発動。ダークネスシムルグの効果により程度の、まあ、風属性モンスターをリリースすることにより相手の魔法トラップカードの効果を無効にする。だ、融合は無効だ。さあどうする、よし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 。ただ手札5枚あんのきついね、手札5枚あんのきついね、これね。楽園融合ぶち込ましたで、楽園開幕、まあ、開幕はいいか、開幕はいいわ。開幕はアルベルス召喚の裏目がありますんでね、はい。で、アルベルのサーチも別にいいです。楽園融合は止めましょう、少なくとも。これ冷静に考えてさ、融合もさ、劇場もさ、楽園開幕も、楽園開幕じゃない、楽園融合も止められるの、これ強くねえか、これなんか融合とかで展開してくるテーマに対してこれめっちゃ強いぞ、これきた、全部止めた、強い、いや強い、強いわ、これで強いわ。ちょっと一回アースラブスク出します。暇なので、暇なのでアスラプスクを出しました。出す必要は特にありません。これ犯罪面見せれるわ。シムルグの雷合の効果、ミストバレーのレベルを6にする、6にしました。でエレベルズの効果で数属性超呪族モンスターの召喚するたき のリリースを一体少なくできる。でエレベルズ効果で数属性を召喚する。でレベル6だからポン出しできる、はい。これね、リリース出してポン出しです、エレベルズの効果、こうです。強くないですか、これ強くないですか、これ強いでしょ。
おい、これ、ぶん殴って。はい。オッケー。これでっけ。さては強いな。対戦。ありがとうございました。うわー、やべえ。なんか外調は不安だりつかと思ったけど、このデッキもそこそこの外調だったわ。対話拒否カード来て。このハーピーの羽吹雪とかいうカード、あまりに対話拒否なんだけど、これこのカード、ハーピーモンスターがいるとさ、手札から打てんだけどさ、まあセットしといたら別に普通に打てんだよね。相手が発動したなんかモンスターの効果全部無効化するっていうなんかやばい効果なんだけど、これなんかそこそこの害悪カードなんだよね、これ。とりあえず小身長シムルグ召喚するか。無駄はなそう。で、小身長シムルグ効果、絶身長シムルグ効果、超重族が出てくるとシムルグを召喚することができるよっていうだから。で、小身長でなんかシムルグカードを持ってこいよっていう効果。まあ、初動がね、ちょっとね、若干薄いんでね。このテーマ。じゃ、若干事故りますけどね。まあ、動けたら強いの典型例ですね。はい。とりあえずですね、烈風とダークネスの構えをしておけば、まあ、大体、まあ、そのなんかなんとなるみたいなとこあります。で、ダークネス出しといて、で、エルブルズを持ってくる。で、エルブルズ発動。フィールドに、家族性モンスター、超持続モンスターがいると、超持続モンスターを召喚できるよっていう効果あるんだけど、セルだから。ちなみに、1体リリース少なくするから、烈風の覇者は1体リリース出てくるよみたいな。はい、で、墓地から蘇ってこれるんで、小身長シムルグとか、家族性のシムルグは。なので、まあ、これでダークネスシムルグ出しといて、で、自分の墓地から小身長を、まあ、蘇らせるみたいなね。まあ、そんな感じの動き、大体は。で、小身長シムルグ特殊召喚。ダークシムルグはちょっとコスト的に出ないかな。あ、出るか。ハーピーかましたら出るな、多分これ。ご身長シムルグ特殊召喚。ですね、風属性モンスターをちょっとかさ増ししましょうか。ですね、小身長とご身長でリンク召喚。あ、ちなみにこいつらね、墓地から蘇る効果使っちゃうと、ゲームが除外されちゃうよっていう効果なんですけども、まあ、一旦ね、このハーピーのコンダクターっていうやつを、まあ、これ別にハーピーじゃなくてもいいかなと思ったんだけど、なんか風属性のリンク2の超重属はね、こいつぐらいしかなかった、強いやつが。で、ダークシムルグ効果、自分のうちの闇 と、風の超重を除外すると自身を追っていくだから特殊ができる。これで相手はセットできないカードで、セットで、エンドで、エンドフェーズ、シムル効果、レベル9以下の超持続モンスターを出せる。これでミスバレ出す。で、大身長シムルグの効果は、自身と自分のリンク先の超持続モンスターは効果の対象にならないと。まあ、無限包容とかね。愛の機関の結構強いっす。割とその、何だねー、うわー、いや、まあでも防衛が残ってる。大丈夫だ。大丈夫だ。まだ大丈夫だ。まだ焦る時間、時間じゃない。テラフォーミングいいだろ。テラフォーミングとガミシエル、わかんねえな。とりあえずこれ一回通すか。サーチしてきたフィールド魔法を無効にすればいいわ。あ、京都ウォーターフロント。やばい。これ純正怪獣デッキか。やばいぞ。京都ウォーターフロント通すわけにはいかねえ。あのカードはちなみに、なんかそのフィールドから、墓地にカードが送られると、なんか、いろいろ怪獣サーチしたり、いろいろやばいこと起きるので、これだけはマジで止めないといけないね。さあ、烈風の覇者シムルグの効果を発動。戻れ京都ウォーターフロント。フィールドのカードを1枚デッキにバウンスするという恐るべき効果を持っている。よし、このアルティメット対話拒否カードを使って、あとはなんとか相手の、まあ、モンスターの効果を発動した効果を無効にしていくしかねえ。ゴードンだろ、いや、あかんやろこれ。ゴードンあかんやろ。ゴードンあかんやろ。ダークネスシムル効果によって相手の発動した魔法カードの効果を無効にする。うわー、バリ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 。あと3枚真ん中ってことだ。もう妨害は、あ、モンスター効果の妨害はあります。うわ、まだあんのまだあんのかーい。ラディアンは打点低いか。ラディアンは打点低い。オッケー、耐えてる。オッケー、耐えた。よし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 。で、
セットか。ああ、まだダークシブルク残しといた方が良かったかもしれないな。一応ですね、自分以外にもリリースできるんでね、ちょっと難しいんですけどね。まあ、これは覇者かな。まあ、一旦覇者ですね。で、覇者出しといて、で、まあ一応これまた魔法トラップカードは無効できますよ、みたいな。ああ、羽吹雪来すぎなんだよな。やることなすぎ、ワロタ。やることな、この、アドバンス召喚もできやしねえし。超重毒モンスター最低限引け。よし、とりあえず、ラディアンは破壊者。ただ、相手の怪獣カウンターが乗ってるのマジでやべえ。怪獣カウンターマジでやべえ。これ、3個になると、ですね、怪獣をサーチされる危険性があるんで、まあ、ちょっとそこだけで、ケアしないといけないですね。まあ、一旦、コンダクターは別に出さなくていいから、セットして、でこのエンドして、一応、1、2、3、4、5、6、7以下。なので、なんか言ったっけな、もうミストバレー墓地行ってっから、出せるとしたら、結界像とかですか？結界像出しておきますか。結界像、これだいぶきついだろ。これ相手怪獣特殊召喚できるのきついだろ。ガダーラじゃないと回答ないぞ。ガダーラ以外に回答はない。結界像置いといたら。これ多分強い。怪獣相手に対して。さあどうする？セット、OK。よし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 。オッケーオッケーオッケー。で、大身長しむこうか。どんどん増えていくぞ。ターンが渡れば渡るほど、大身長しむるが出せるモンスターが増えていく。ちなみにしむるくんなんですけども、特殊召喚に反応しない仕様になってまして、大身長を出してきてしむるくんはなぜか、効果を発動することはできません。いいですね。レップテック、今すごい仕事しそうだよ。まずは数属性がいる場合、こいつを見せることによって一体のリリースに書き換えることができる。我がテキストを書き換えたのだ。テキストっていうかレベルか。じゃあ、エルブルズの効果、数属性モンスターを召喚するぜ。うわー、エルブルズの効果によってモンスター一体をリリースするとアドバンス召喚ができる。現れろ、レップテイライト。効果発動。このモンスターの効果により相手のデッキでバウンスするカードを選ぶことができる。そしてさらに、まあこれは一旦ね、ミストバレーをですね戻しまして、で手札にこれ戻しましょう。さあどうしますか。はかな、何、まあいいか、それはいいや、それはいいよそれはいいわ、これ無効にする必要はない。そこのはかな、そんなに関係ない割と事故ってたのね。なるほど、はい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 、全然いいですよ、全然いいです、もう全然問題ないです。了解しました。仙台ですもんね、相手ね。はい、いやだいぶ強いですよね。回ったらですけど、あーったらちょっとモンスター効果が主軸のテーマに対してはちょっと弱いかもしれない。あのハーブの羽吹雪で黙らせるしかもないから、魔法トラップ無効は結構いっぱいあるんだけど、モンスター効果無効があんまないから、まあ、そこだけちょっと微妙かなっていうところあるね。はい、さようなら。オッケー、あー弱え。いやまあこういう反動になること結構あるんだよね。なんかちょっと若干ね、やっぱね、安定感足んねえな、シムルグ。なんか絶身長シムルグ10枚ぐらいあったらワンチャンあるわ。トリックスターキャンディナ、やば。キャンディナから召喚、キャンディナ召喚から入ってくるデッキ、大体6なデッキじゃない、やばいやばい。トリックスターライトステージはやばい。さあライトステージ発動で、トリックスター持ってこれるよ効果、トリックスター満充しか OK。で、満樹しか OK、把握。いや、これ結構やばいんですよね、これ。まあ、増殖する字だったらないじゃいけないって言われて。やばい、やばい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 、ゲロやばい、それは。それはやばい。世界が終わったかもしれない。マジやばい。ちょっと待って。これ世界終わらせられるんじゃない、これ。いや、拷問部屋サモンチェーンは世界終わるって書いてんだよ、やばい。いや、これ最近ちょっと僕も動画にしたことあって、まあ見ていただいたと分かると思うんですけど、これで、ね、これやばいですね、これ普通やばいっす。マンジュシカさん、ちなみにあの3体並ぶと、まあ1枚ドローで600番プラス600番で1200番食らわされて、で6回入ると6個の18、1800番、1枚ドローするだけで1800プラス1200で2000
なんか3000くらい持って帰るんですよ、ライブ。マジでやばいっす、これ。これ、さすがやばい、その展開は。お前、手札が決まりすぎじゃないか。シュ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 。やばいやばい、メス落ちた。やばいやばい。普通やばいこと来た。トリックスターフェス、2体だし、何これ、これはやばい。ブルームだけやめてくれ。ブルームだけはマジでマジで。ブルームだけやめてくれ。ブルームーやばいやばいやばい、始まってしまった。やばいぞ、痛い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 。これ本当にヒロインのデッキなのか。これなんか遊戯王ブレインズではなんかヒロインがドヤ顔でこのデッキ使ったらしいけど、これ本場か。もうゴミみたいな戦術で、なんでこんなことが許されてるんだ。やばいって、拷問でやろう。周りのチェーンの数おかしいって、なんか拳銃で言うとリボルバーのなんか弾丸を装填する、なんかなんていうの、銃装のとこみたいになってるって、やばいって。なんだ表示。痛い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 。1枚ドローしたけど3000持ってるから、やばいでしょこれ。やばいって。ブルームはやめよう、やめようぜ。マジでやばい、これはガチでやばいことした。決まりすぎでは。このデッキマジクソだわ。このデッキは本当にクソ。じゃあヒロイン失格だろこれ。